はい、福岡市で唯一の慢性腰痛専門整体院福岡副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントやアイデアを腰痛で悩んでいらっしゃるあなたにお届けできればと思います。はい、そしたらですね、お話をしていこうと思うんですけども、今日はですね、余談が何も浮かばないので、まあ、このままですね、お話をさせていただければと思います。はい、でこの間もですね、手のしびれについてお話をしてます。手のしびれですね。で今日お伝えするのはですね、この小指側ですね、この中指を真ん中にした時にこっち側ですねが痺れてますよっていう方についてお話ができればと思います。はい、でなぜこの話をしていくのかっていうと、まあ、おそらくですね、手の痺れだったりとか痛みがある方っていうのは、まあ、お医者さんにですね、その痺れはうまく付き合っていくしかないよねとか、なかなか治らないからねっていうふうに言われて諦めてしまってる、あるいはですね、こういろいろやってみたけど変わらないっていうのが起きてる可能性があります。でそれはなんでなのかっていうと、原因に対してただアプローチができてない可能性が非常に高いです。はい、じゃあこういった手のしびれっていうのは、じゃあ何から来てるのかっていうと、筋肉が硬くなってるせいで手のしびれだったりとか痛みを起こしてることが多いです。筋肉がその周囲にある血管だったりとか神経を圧迫することによって、痛みだったりしびれが出てるだけなので、結構ですね、こう諦めろって言われましたという方でも改善するケースでは本当に多いので、ぜひですね、信じていただいて一緒にやっていただければと思います。はい、でやり方なんですけども、まあ、今日はここに関してですね、ここからこっちに関しての手のしびれに関しての原因としては、ほとんどですね、この辺りですね、この辺り、大体この範囲ぐらいですねにかけての筋肉が影響していることっていうのが非常に多いです。でそれのやり方をまたお伝えしていくんですけど、まずですね、ここからこういう風にいくとですね、この辺でペコってへこんでると思うんですよね。ペコとちょうどこの辺、そこのちょっと後ろぐらい、ちょっと後ろに行って、なおかつちょっと内側ですね、この肘のこのここの横にペコってへこんでるので、それを下に行ってちょっとこの辺、はい、この辺をまずですね、親指でぐっと圧迫を加えます。で圧迫の加え方としては、もうとりあえず脂肪皮膚関係なし、えいってしちゃうと結構ですね、意味がなかったりとかしますので、筋肉みたいななんかコリコリ感はどこにあるかなっていうのをしっかりと意識しながら触っていただきたいなと思います。で触ることができたらですね、この状態でまた昨日と同じように伸ばす、曲げる、伸ばす、曲げる、伸ばす、曲げる、伸ばす、曲げるっていうのを5回ぐらいやっていただく。で終わったら次ですね、ちょっとまた上ですね、この肘の骨の部分、この辺りをまた同じように伸ばす、曲げる、伸ばす、曲げる、伸ばす、曲げるっていうのをまた5回ぐらいやっていただいて、でまたですね、このポコッとしたところからさらにちょっと内側、ごめんなさい、上ですね、この辺り、結構この辺痛いです。はい、これを同じようにまたやっていく、同じようにやっていくっていう風にしていただくと、本当早い人だとですね、そのやった瞬間から、あ、なんか楽になりますってことが起きてきますので、ぜひですね、その、方法っていうのをや、あ、ごめんなさい、ストレッチケアっていうのをやっていただいて、またですね、日常生活を楽に過ごしていただければと思います。はい、そしたらですね、今日はこれで終わるんですけども、まあ、こんな感じで痛みに対するヒントやアイデアをお届けしてますので、ぜひチャンネル登録していただいてまた見てください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございました。